親子らしく、こっちでもの考えてみてもいいんじゃないの？早く行こう。おう。え、とどろきと何話してたんですか？いや、また俺とやり合いたいって言ってる。ああ、村山さん、今日ね、スオードが全員集まるんだって。何、コブラちゃんの話したいことって。うわ、一番決めようぜ、テキラ。まあ、とりあえずダンさんと千春から聞いて、つか相談するならまずは俺からじゃねえ。だって俺がお前らを山王に誘ったんだからさ。まあ、ただ悩みが悩みだったんで。お前ら最近俺の影が薄いとか思ってる？いや、そういうわけじゃん。でも正直ドレッドやめてからは特徴なくなったっていうか。おい、失礼だろ。ケン、お前の言う通りだ。え？ドレッドは確かに特徴があった。だけどな、ドレッドのイメージがついたらもうそれはドレッドのやつで終わるんだよ。ネクストステージに進んだんだ俺は。言ってることよくわかんないですけど、かっけえ気がしてきました。あ、まあな、俺からしたらこういう感じよ。あれお前らまだここにいるんだっていう、なんかもうかっけえの通り越してうぜえ感じがします。このお前らが俺のステージに来るのはまだ先の話よ。ていうか、だからまあそうだな、今は外見から特徴を作っていくのはありだと思う。確かにそれはまだ考えてなかったっす。でも具体的にどんなのがいいんですかね。ちょっと待って、もしかして CM 開けました？え、お前ら CM 知ってんの？ちょっと待っての略ですよね。もう最近俺と千春の間で流行ってんだよ。あれ、何の話だっけ。だから今から外見の特徴ゼロから作るのは難しいって話ですよ。ああ、その話ね。ファッション